歩きます。本日の一歩、あーいいですね、綺麗なメガネ。こんな感じ。青、これを、うわ、売り切れちゃいました。これをまた香港で買わないといけないです。こちらですね、ソニーの、まあ、ウェアラブルですね。前何回か紹介してるなんですけど、まあ、ジーンズさんでレンズ入れられるんですけど、飛球面を普通にジーンズさんだと入れちゃうんで、うちの方で作り直したんですね。今うちメガネやな、ニューロックス 1.6 な、ニューロックス RF1.6 な、カーブレンズですねを入れて、しっかりと作り直したんですよ。作り直したんですけども、結構これ難しくて、まあ飛球面よりかは良くなったかといえば良くなったような、でも劇的にすごく見やすくなったかっていうとそうでもない。もともと入っていたレンズがこれです。このカーブの違いですね。飛球面、カーブレンズの方がですね、本当は顔にこう沿うんでいいんですけど、ちょっとこれ結構高かった割にはあんまり良くないですね。うん、あそこの横にこういうお餅のこういうやつがある。どっちが高い？月？お星様？お星様の方が高いっていうか遠いかな。